こんにちは、アイスのアムレツカです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はトレーニング、ジムトレーニング第2弾ですね。第2弾、前回は結構筋トレ系のねトレーニング紹介してたんですけど、今日はアームレスリングのね実践に近い動きのトレーニング紹介していきたいと思います。普段ねトレーニング筋トレとかでねトレーニングしてる人たちはね全く知らない動きだと思うので、まあアームレスラーはもちろんちょっとね腕相撲強くしたいよっていう人たちもね、こういうのをねトレーニングの最後の方にちょっと入れるだけでねだいぶ変わると思うので、よかったら参考にしてみてください。でトレーニングの前半は、あ、違う、トレーニング動画自体はね全部アームレスリング台を使って説明をしているんですけど、まあ、そこはねテーブルとかもうなんか肘が置けるもの何でも大丈夫です。で最悪ね空中でも大丈夫です。前回のジムトレーニングの、ね、最後の方に説明した超スカイ6号、ああいうのねやったら一歩落ちでもジムトレーニング実施できると思うので、よかったら参考にしてください。でトレーニングの、ね、後半はちょっと特殊なジムの使い方をするので、もしかしたら真似ができないかもしれないですけど、まあこういうトレーニングもあるんだ、参考にしてみてください。あ、もしね真似できる人はやってみてください。多分ね、あんまり日本のアームレスラーでねその動きやってる人は僕は見たことがなくて、で一応世界チャンピオンの人たちがねそういうトレーニングをしてるのをねちょっと一応研究してここで公開するんでね、かなりいいトレーニングです。なんかハードルめっちゃ上がっちゃいましたけど、まあちょっとねいつも語りが長くなっちゃうんで、早速ジムトレーニングどうぞ。1種目目です。1種目目はスタートですね。スタートアームレスリングはねスタートがめちゃくちゃ大事なので、まあ、チューブは、まあ、自分がねちゃんと理想のフォームでパッドまでつけれる強度にしてください。まあ、強すぎてもダメだし、弱すぎてね空振りになるのもあんまりおすすめしません。僕はねこんな感じで紫20にしたやつくらいですかね。これを手のひらにかけます。まずは手のひらですね、はい、かけます。なるべくセットアップからねもう自分のアームレスリングの理想ですね。ちゃんとセットアップ、このままスタートで振っていきます。もうね試合だと思って一発一発全力で振るといいと思います。斜め上にすると結構きつくなります。よいしょ。基本的にね横方向を意識するためにつけるのは横ですね。台に対して横です。こう斜め前とかからつけるバリエーションもあるんですけど、これが基本の形ですね。真横、自分の理想のアームのフォームで振ります。次の人はねちょっと後ろ側に腕引きながらこんな感じでスタートバンバン振る練習が1種目目ですね。2種目目です。まあ2種目目もねさっきとねかける位置も手にかける位置も台に対してかける位置も同じですけど、強度をめちゃくちゃ上げます。これは黒20と紫20ですね。これを真横に力入れていきます。これは振らなくていいです。振らずに横に、これもね自分の理想の動きでいいです。釣りの人でね腕がこっち側にあって横を使う人はこの状態でちょっと離れた状態でね横は強く、ね、上に上げる感じの人はね最初から上にある程度上げた状態で横に当てる。とにかく横を鍛えます。チューブで横を鍛えます。実践練習だとね相手の手の位置とかによって当たる位置がいろいろ変わっちゃうんですけど、チューブの場合はね自分の一番力当たる部分を常に当て続けて練習ができるので、こいつで横を鍛えていきます。で上手の人もねこう横に、こっち側に行く人はねこっち側は横当てて、僕はちょっとこう今は肩より拳が前に行く状態を意識して練習をしてます。こいつは結構強度がきついんで、そうね、実践練習とはあんまり一緒にできないんですけど、まあ、実践練習がないこういう時期とかはね結構いいトレーニングだと思います。まあ、余裕がある人は振ってみてください。3種目目です。かける位置を親指にします。親指
で、これバリエーションが2つありまして、まあ、1つがね、ちょっと浅め。浅めにかけます。これはね、アームレスリングのこのクローズグリップ。クローズグリップしたときに、相手が強いと、これこうやって外れちゃうんですよね。クローズを維持できないと。なんで、この力を鍛えるために、あえて浅くして、もうちょっとね、手首入った状態でね、次でも回も同じです。で、もうこの、親指が離れる位置、ずっと力を入れていきます。親指が離れるように。クローズグリップをキープして、横に当てていくと、離れます。親指が。要は、母子球筋のネガティブトレーニングです。ぐーっ。次の人はね、上の方向へ。ぐーっ。親指が離れるまで力を入れます。母子球筋のネガティブトレーニングです。はい、で、もう一個がね、これを深めに。まあ、これはね、前回のチューブトレーニングでもやってる、海内系のトレーニングですね。上手の人はね、なるべくこれが親指が立った状態にしてグッと、下手の人はね、この親指の位置から親指の付け根あたりを上に上げるイメージでグッと、もう常にね、チューブトレーニングは横意識してください。横です。こっち、はい、これね、チューブトレーニングやると自分が横をどんだけ意識できてないかとかね、わかるんで、チューブトレーニングがおすすめです。絶対ね、横に倒さないとチューブが倒れてくれないんで、これでね、上に上げても絶対に倒せないです、敵は。なので絶対に横、当てるの。これが3種目目です。続いて4種目目です。次はね、こっちです。こっち。はい。この人差し指と親指の間ですね。こっちのライン。ちょっと上の伊達になりますね。はい。で、これもね、前回の動画とかで言ってるように、人差し指側に離すと、上の方が効いて、親指側付近にすると、より力が出る位置、力を入れます。で、これもね、さっきの母子球筋のやつと同じで、はい、なるべく、海外しないように、髪の人はこのまま手首入れて、持っていく。普通の人はね、この位置が上がったまま、めくり上げていく。めくり上げる。で、アームレスリングの動作で、レディーゴーで、こう、後ろに、引くタイプの人はですね、チューブの時はもうね、引いた状態を想定して引いて最後倒す位置、この倒すとこも練習します。グッ、上上げる人もね、グッ、釣り上げました、倒す。噛み手の人もね、はい、噛みました、倒す。もうチューブは自分の理想の場所をね、どんどん鍛えていくのに最適だと思うんでね、こんな感じで鍛えていきます。これもね、だいぶ変えないきますよ。5種目目です。5種目目はですね、今まで言ったやつを好きなようにバリエーションしてください。何言ってんのって感じなんですけどね、例えばこのチューブを親指の母子球筋、こっちですね、親指ラインにかけます。で、さっきの紫グリップを手のひらにかけると。紫は手のひら、黒は親指。こんな感じでね、負荷を変えていきます。これもね、親指ラインがちゃんとねじれないように力を入れていく。で、これ違うバリエーションもありますね。もちろん黒をこの上、このライン、このラインにかけて、紫を手のひらにかけると。それぞれが違う動きになるんでね、結構いいです。しかも自分なりのね、バリエーションの仕方がいろいろ変えれるので、自分のね、釣り手とか紙手とかね、自分のスタイルに合ったように調整してください。で、チューブがね、重すぎる場合はですね、このチューブ手のひらじゃなくてこういうふうに手首にかけちゃうとかなり強い力発揮できるので、あえてね、1個は手のひらにかけて上のラインにかけると。で、チューブもね、高さを上に上げればね、またきつくなります。上打点から引かないといけない。こんな感じで、で、背中を意識したい人はこう台に向かって、こういうふうにね、斜め前、おお、ここから見るともうこれくらい前です。これくらい前、はい、こんな感じで斜め前のものを、すいません、なんか不安定な
まあいいか。そう、こんな感じでね、引いていくと。ちょっとね、結構背中をグッと意識しておかないと腕が持ってかれちゃうので、こういう風にやると背中も意識できます。こんな感じでね、ざっとトレーニング今紹介しました。ここまではね、いろんな人が練習しやすいし、家でもね、できるやつだと思います。で、それぞれのね、トレーニングが自分のアームスタイルに合ったようにね、調整できるように一応紹介してみました。またなんか、まあ人それぞれでね、釣り手とか上手とかでもね、全然フォームが違いますしね、意識してる場所が違うんでね、それぞれが強くなりたい方、場所を鍛えてみてください。とにかく、趣味やるときはね、横意識した方がいいですよ、横。試合の時にね、横あんま当てないよっていう人でもね、トレーニングとか練習の時は常に横当てて練習してみてください。ただいつの間にかね、自分より横弱い人たちをね、完封できるようになります。もう腕がね、横に倒されなかったら、その位置から後ろ引いたら釣れますし、上手でもね、横に押されない状態で横をしたらね、もう勝手に手首が入ってます。だから横はね、かなり大事なので、まあ、みんな結構後ろのね、こういう引く力は鍛えてるんですけど、横の意識がね、できてない人結構いるんで、チューブトレーニングを使ってね、自分なりに、あ、こうやってやってると横力入れやすいな、みたいな位置を探してみてください。で、今から紹介するやつはね、ちょっと特殊なチューブの使い方するんで、まあ、あんまり真似できないかもしれないですけど、もしね、真似できる環境があったらやってみてください。じゃあ次。次ね、ちょっと特殊なチューブの書き方をします。こんな感じで、2本の柱にこういう風にチューブを引っ掛けます。こうですね。こう。で、こんな感じでチューブを引っ張ってみて、1個は手首です。手首にかけて、ぐーっと巻いて、こういう握りです。わかります？チューブをこう、かけて、ぐるーっと巻いて。で、これを、こっち側に、腕をね、自分の、右腕だったら右側とか、左側とかにかけると、負荷のかかる位置が変わります。例えば右手。右手で、右側、あ、左側に、こうやって近い位置にかけるとこんな感じでね、より先端に力が加わります。この先端が折れるように力が加わります。で、こっちチューブはね、右側、右手で右側で、左だったら左側ですにこうやってかけると、先端重量のね、こっちの根っこラインがこういう引っ張られる方向に力が加わります。最終的にね、まあ、これは僕の持論なんですけど、サイドを使えるアームじゃないとね、これからはやられちゃうんじゃないかなと僕は思っているので、多分これ世界チャンピオンもね、そういう説明をしてました。横割ってないとダメだよっていう、ね、で、こういう感じで引っ張ってきたものを横に釣っていきます。この位置から横、この位置に横、もちろんね、この位置から紙で引いてます。こっちの位置ね、このこいつを下に下げるように。いや、このね、チューブの書き方がね、めちゃくちゃいいんですけど、柱が2個ないとできないので、結構場所をね選びます。でもね、もしね、できる環境があったらぜひやってみてください。めちゃくちゃいいトレーニングになります。じゃあ次、最後です。最後ヘッドですね。上、この位置鍛えるやつです。まあ、僕はあんまり、実は、鍛えてないんですけど、まあ、ちょっとこれをね、紹介するからにはね、僕も鍛えようかなと思います。こいつをね、上から握ります。上から。こうじゃないですよ。下からじゃなくて、上から握って、いつも言ってるやつです。この、人差し指とここの間ですね。ここの関節に、チューブを、こういう風に、引っ掛けます。引っ掛ける。で、こういう風に、上のラインを意識して、このまま、つっていく。このまま、つっていく。はい。これだけです。これでどう？あ、でも髪も結構いいかもしれないです。僕、やったことないんですけど、今ちょっと軽くやってみたら、これ結構髪もいいかもしれないです。まあ、ただね、さっき説明したやつとかの方がいいと思う。
もちろんね、こっち側で上に上げるのも全然強くなりますね。こっちの方が小指のこの回転が使えるので、ね、いいんですけど、ただね、こうねじれちゃうんですよね、小指に。チューブは。こっち向きだから。だから、さっきのね、巻き方で、やると、結構先端に体力も来るので、ね、いいかもしれないです。ということで、チューブトレーニング第2弾、いかがでしたか。ちょっとね、あんまり、ちゃんと何を説明するかをね、決めずに、その場の流れで喋ってたんで、ちょっと分かりにくいこともあるかもしれないんですけど、もしなんか質問とか、こういうのどうですかみたいなのがあったら、全然コメント欄に言ってくれれば、僕がね、分かる範囲で、ね、答えをお答えします。で、チューブトレーニングはね、結構、海外のね、ムキムキな人とかでもね、バンバンやってる動画があります。まあ、プロモーションのためにね、そういう風にやってるのかもしれないんですけど、まあ、僕が見た感じ結構ちゃんとね、普段のトレーニング入れてるように見えるので、チューブトレーニングは強くなるのにかなりいいかなと思います。どうしてもね、ウェイトトレーニングメインになってくると、チューブトレーニングみたいなね、ちょっとそういうトレーニングね、やんなくなっちゃうと思うんですけど、結構その、やっぱりね、自分の理想のイメージを付け加え、植え付けるっていう意味でね、かなり有効だと思います。実践の人だとね、どうしても、その、勝敗をね、意識しちゃったり、自分より強い人たちがね、例えば、グって、つってきてる状態でね、こんな、手が寝た状態で攻撃しても、自分の理想の形でね、強くなるんですからね。なんかチューブでね、ちゃんと自分の理想の形を、練習すると。で、チューブでその練習してる姿をですね、動画とかで撮って、実践練習で自分の動画を撮った時に、その理想の、チューブの理想の動きと、実践練習でね、やる動きの、その、違いみたいなのを、比較して分析していくと、あ、実践練習の時にはこういう場所意識できてないな、みたいなのが、結構、見えてきます。それがね、試合とかだとね、より、その自分の無意識レベルにね、叩き込まれてる技術がこうバッて出てくるんで、より分析の違いがあるんですけど、そんな感じで自分のね、理想のフォームができてるかどうかっていうね、チェックっていう意味でも、チューブでね、トレーニングしたりするといいと思います。で、今ね、こういう時期でね、撮る動画何しようかなってなってるんで、なんか知りたいことがあったらですね、コメント欄にどんどん書いてください。一応次回は、僕の使っている、撮ってるね、サプリメントを、ちょっと全部紹介しようかなと思ってます。他にもね、なんか知りたいことあったら、どしどしコメントしてください。なるべく実施していきたいと思っております。では、皆さん、頑張りましょう。